リュステム・パシャ・モスクは、トルコ・イスタンブールのエミノニュー地区にあるモスクである。オスマン帝国、スレーマン一世の時代に建造された。リュステム・パシャ・モスクは、大宰相・リュステム・パシャの子のために、オスマン帝国の建築家、ミマールスイナンが設計したものである。1561年7月のリュステム・パシャの死後、モスクは1561年から1563年頃に、 かけ建築された。このモスクは商店街の2階に建てられており、商店街に入居している店舗の賃料は、モスクの維持に役立てられている。ホズクラー通りに面したアーチをくぐり、細く曲がりくねった階段を上ると、モスク横の広い中庭へと続いている。2つあるモスクの入り口には、5つのドーム状のひさしがある。ディステムパシャモスクは膨大な量の優美なイズニックタイル。 で知られている。多種にわたる美しい花柄や幾何学模様によって、ポーチの全面だけでなく、ミフラーブ、ミンバル、壁、円柱、ポーチの外側に至るまで覆われている。これらのタイルには、イズニック陶器の特徴となる、トマトレッドの初期の使い方を見ることができる。特にポルチコからメインエントランスにかけての大きなパネルにおいては、初期のダマスカス陶器の配色の特徴である。 セージグリーンやダークマンガンパープルで装飾されている。このようなタイルを惜しげなく使い作られたモスクはイスタンブールにおいて他にはない。ありがとうございます。